ろしくな坊ちゃん。よろしく。いや煽られたのを感じて。じゃあ、仲良くやれよ。よろしくな、ちいさん。はい、その指で大丈夫なのか、登れるのかみたいなことを。どうも様子がおかしい、俺ちょっと見てくるよと言って、ソリを降ります。最後の一言であった。早く死んでほしいよ。早く死んでほしい。コージーは。犬はですね、あの最初、何怖い顔してるんだよ。だって事実じゃないか。ぶん殴ります。お前何を言ったか分かってるのか。キキヨコ。俺は昨日のことを根に持ってるんで。うん、舌打ち。うん、ちなみにコージーをそれを感じて舌打ちをする。早速陰気な感じの登山隊が。コージー、お前行けるか。優しい。どうしたんだ急に。ああめっちゃ戸惑ってる。動ける。友人が今帰らぬ友になってるので、人を殺すのはさすがにっていう。ああ。じゃああんた。コージーがちょっとコージーじゃ根は悪いやつじゃなさそう。まあ悪いやつじゃないよね多分。いやクソだよクソ。トイレに行きたいんだ。もう落ちるなよ。普通のことだからセルフ取りなさいよって言って。うん、じゃあ分かった。成功した方、足跡が途切れて洞窟があったその横の崖の下に。見覚えのあるウェアの死体を発見します。死んじゃったか。痛めつける必要なかったんだね。思えばいいやつだったね。どうします。近くに何かあります。ジャケットだけ。いやジャケットというかジャケットを着た死体が下に、あの崖の下に転がっている、うんうんうん、倍力システムを使って引き上げる。何メートル下。結構下。だいたい10メートルほど。10だったら一応懸垂します。懸垂します、うん、了解です。投範で懸垂成功か判定でいいですか。大丈夫です。じゃあ一番多分投範85で青いが高いからまず。じゃあ俺も85で。はい、51で成功です。91で失敗です。まあ懸垂失敗。じゃあ青いちゃん健康してたんだ。一応懸垂して降りてコージーの死体のところに行きます。じゃあ俺は視点構築に失敗した。最低だ。どうするんだそれ。あ、やべえ、岩が転がったみたいな。ラークラークラーク。はい、まあ体がですねひしゃげて死んでますね。即死だと思われます。騎士養父岩の下で見た騎士のような。ただ不自然ではあります。谷底にあまり落ちようがない場所から落ちているので、うん、徹底してちゃんと前を確認してれば落ちないような感じそこに落ちてる。死体はそれ以上特に何も、うん、ああ落下して死んだんだなっていう感じの死体です。じゃあ下に降りた葵ちゃんに全てを任せます。一応倍力が組めるということで死体は持ち上げたいんですけども、なんか判定とかって必要ですか。いや大丈夫ですよ。じゃあなんかもうすごい複雑な表情でそのまま持ち上げてみんなのところに運びます、うん、ダメだったわ。あずさだが、言います。死者が出た。どうするの。撤退する。それとも続行。俺は行くしかないんだよ。ちょっと葵は死者が出てるのでちょっと渋る感じで、ちょっと嫌な、さすがに死者も出たので降りた方がいいんじゃないのと言います、うん、何言ってんだよ。初めからね、誰も生きて帰れるわけないだろこんな登山が。一人ぐらい花から計算のうちだという顔で見てます。口には出さない。ケビンはどう考えてるのって聞きます。正直分からんが、どうするべきなんだろうな。だが僕が決めなければならないんだろうなと。俺にはやることがあるから。私はもう隊長にちゃんと従うわって言います。行こう。行っちゃうのか。行っちゃうのか。マジか。オスコー財団にどう説明するかは私が考えておく。
しかし、まあ、奇妙だなと。なぜこんなところから彼は落ちたんだ。あ、でとりあえずジミーに写真、事故現場の写真とかだけ、うん、まあ自動成功だし99だからね。ちなみに先ほど言いましたが、落下した崖の目の前には洞窟が、うんうんうん、壁があって、裏がある、うんうん、今下山部が写真を撮ったらそっちを見ようとしてました。了解です。写真撮ってもいいですよ。写真を撮ります。じゃあ普通に撮るだけだったら、まあ、あの判定なしでもいけます、うん、何かその写真から見ようと思ったら判定をしてもいい。ただまあ死体そのものがあるのでそれ以上の大きいものは、うんうん、なんか一応記録をとりあえず判定はしてみてもいいですよ。じゃあしておくか。まあ成功、うん、成功や、うん、了解です。成功したなら、うん、そうだな、分かってもいいか。血痕の位置、うん、崖に血痕がついているんですが、つき方が一定方向から走ってきて落ちたように見える。走ってきて一定方向、つまり落ちた方向が素直に谷底に落ちたんじゃなく、あの勢いがついて落ちている感じがする、うん、ああ、そういうことか。そしてその勢いがついている方がおそらく洞窟から出てきた時に落ちたんだろうということがわかる、うん、じゃあそれをみんなに伝えます。じゃあ目で血痕をたどって洞窟の中を照らします。うん、奥は結構奥、深く続いているように、うん、なんか夢とかぶってて嫌な感じがしないって、ちょっと同性のあずさに聞いてみます、うん、夢と現実に起こることに関係はないわと。あ、結構医者だ、クールだ、クールだな。そう、まあみんなが同じ夢を見たってことは、まあ、いわゆる集合的無意識を夢に見るという説には、まあ、合致はしてると思うけれど、現実に起きることとは関係はない。おお、すごいユング。そっかって言いながらも、ちょっとこう今までの元気とは裏腹にちょっとおじおじしながら葵は後ろついてきます。で、洞窟の中に入るかどうかなんだけど、うん、ちょっとケビンに相談します。はい。血痕がこっちの方から伸びてるようなんだけれども、洞窟の中に入ってみるのはどうだ。あ、じゃあ葵一つ提案します。絶対にこういう山行くんでロープは持ってるはずなんで、はい、一応入るメンバーにはロープを安在連して繋いでおくべきじゃないのっていうふうには。で、洞窟のそばとかにロープ確保できそうな尖った岩とかはあるっていう前提でいいですか。あ、いいですよ。じゃあピナクルに視点を取って、一応なんか何かあっても最悪、あるいは誰かが一人残ってし、うん、アズサを残してっていい気がする。あ、うん、飛び出してその落ちたりしても最悪テンションかかるようにしましょうっていう風に提案をしておきます、うんうん、まあ待てと、今更ね死んだ人間がどうこうね探してもしょうがないんじゃないかと。足引っ張るやつだ。そう、今は早く頂上を目指すことが優先なんじゃないのかとケビンに提案します。じゃあお前一人で登ればいいだろう。うん、おお、始まったぞこれは。あの葵もミッキーと同じで、じゃあ一人で行けばいいじゃない。いや待て待て、ここで一人を失ってメンバーが縮んだのはまずいと言って、何があったかは、一応調べて おいた方がいいだろう。ただし何か危ないことがあったらすぐ撤退する。それでいいか。うん、財団に説明しなきゃいけないから、ね、そう一応それ以上地味は何も言わない。スポンサーだから。すごい逃げ腰なくせに言いたいことは言う。ついてきます洞窟の中に。矢島は行かないです、ね、行かない、うん、じゃあホッタカと一緒に外で待ってるっていう感じかな。わ、ね、かりました。俺を取れ。4人で逃げないように俺を取れ。ではケビンを筆頭として3人ですね、うん、が洞窟の中に入っていく。1人減ったりだから、そこそこそこ。マジで上見たら分かるでしょ、シャドウ。あかん。いや、あそこ人いるんすよ、今。あれ息分かってる。息上がる、演技ロールロール。で、行って
って感じ。なんかここだけ落ちたら痛いねっていう感じだ。いや、だいたい落ちたら痛い。ありがとうございます。いいです。うわ、でも落ちたくねえな、ここで。逆になると、わからなくなるパターン。あ、わかる。ちなみに俺はもう捌き終わって準備 OK です。さすが。あ、すごい、アークの通しやすいね。アークの通しやすいアークなんだよな。アークマン、あ、アークさんよろしくお願いします。通して、そうなんだよな、なんでできねえんだろうな、人に。知らねえよ、武家だろ。自分のはできてるんですけどね。意味がわからない。文系はこう、そうだよな、ダメなんだよな。命預かりますんで助けてください。やっぱりね、逆向きはでもね、難易度高いと。分かんないよね。おー、すげえ。いや、でもできてるから分かってるんだよ。俺だけなんだけど。まあ、できてるから分かってんだよ。俺もジムで何人の人にこれをやったことか。だからこう、自分がつけるのを見せながら人に教えるのはできるんだけど、人につけらんないんだよな、自分で。ヘッドライトの明かりがないと洞窟の中は見えないんですが、うんうん、まあ、ヘッドライトの明かりで見ると、まあ、風よけにちょうどよさそうな場所ですね、うん、おそらくこの中でトイレをしようと思ったんじゃないだろうかということは分かる、うんうん、で、洞窟の中は鍾乳洞のような様相になっている、うん、内部の壁はうねうねとひだ状になってて、鍾乳石が随所に見られる。だと石灰岩だな。あ、中は比較的暖かく、そしてじっとりとした湿気を感じる。黒いのに黒い石灰が。なかなか。この洞窟、まずもっと奥まで続いてる。今のところ特に排泄物も落ちてないなと。もっと奥でしたのか、あいつは。今何メートルロープがどんぐらいあるのかね。今入り口入ってすぐのところ。じゃあもう少し奥まで行こうかな、うん。はいはい、了解です。洞窟はまあしばらく続きますね。あの、似た感じでこう。ってなった洞窟の中を進んでいくと、しばらく行くと明かりが見える、うん、明かりが見える。外に繋がってそう。お、洞窟には出口がある。出口か。なんか目星でもしかしたら血痕とか見つけられるかもしれないので、振ってみてください。目星振ってみていいですか。はい、じゃあ葵ちゃんは目星65。ダメ。あ、失敗失敗。ダメだ、こいつら。ケビンも振るね。ケビン目星いくつだ。75ある。頑張って。32。よしよし。じゃあケビンは何を見るんだろうね。一応出口の方から壁に特に血痕とかはついてないです。あ、じゃあ、まあ、普通に出口なんですね。普通に出口につながっている。行ってみるかとケビンは聞く。ロープはまだ伸びますか。伸びます。じゃあ、うん、とりあえずケビンを先頭にして、うん、ケビン、ミッキー、アオイの順でぐらいで。そうだ、ね、いいですか。では進みます。出口ですが、うん、出口だと思った部分、断崖絶壁です。うん、行き止まりですね、うんうん、でそこは直接谷底につながっている。下は見れます。見れます。見ますか。見ます。絶対したいだろうな。見ます。明るいので、うん、はっきりと見えます。ですね、下にはいわゆる虹の滝が、うん、はい、作られている。はい、まあ、8000メートル級の山を登ったことがある人間なら、まあどっかで見たことがあるだろうという死体ですね。皆さん目星を振ってください。はい、これは洞窟行かない人間も、いや、行った人間だけ。知らないから13で成功です。ケビン72です。成功、成功した人。はい、全員。はい、皆さんは通常鉱山では気温が低すぎて死体は腐らず白化してミイラになることをご存知ですよね、うん、はい。しかし
下にある死体はあれは何でしょうか。体の部位がバラバラ、皮膚が肉がドロドロに溶けて白骨がむき出しになっているじゃないか。こんな山でどんな死に方をしたらあんなおぞましい死体となり果てるのか。皆さん正気ドロールです。です、はい、29で成功です。72で成功です。危ねー。ケビンも成功。これは01D10 なので成功した皆さん損失なしです、うん、強い、はい。なんであれはとどうなってるんだ、うん、俺は帰らぬ友がそこに転がってるか判定できますか、確認できますか。近くまで行かないと分かんないかな。近くまで行くには谷底を降りる当反判定ですね。うん、ロープはまああるでしょう、キャラバンだから。18成功、うん、じゃあ下まで降りて確認できますが、うん、はい、皆さんあの第一次登山隊の情報を得てるので、うん、メンバーを知ってます、うん、で、ウェアの感じとかあと名札あのタグとかついてるんで分かるんですけど、うんうん、まあ、第一次登山隊の面です、うん、ただし、2人ほど足りない、うん、そして、あなたの友人の姿はそこにはないです、うん、残念。なるほど、なるほどとしか言えない、うん、まさかと、まあ、ケビンは言うように気づきます。あいつこれを見て錯乱して慌てて駆け出して落ちたんじゃ、うん、夜だぞ。確かに減点でそれは届くぐらいの谷底なんですか。目星をして成功すると見える程度です、うん、確かにおぞましい死体だと錯乱するのも分かる、うん、急いで逃げたくなって暗い夜道落ちたとか考えれば不自然ではないと、うん、しかしこの山一体何なんだと。ここで一つ、お前何寝ようとしてんねん。ジミー洞窟入っていかなかったから何もないんで、ジミー外で日向ぼっこをして寝ている。ひでえやつだ。ラウンド1が来たら復活する。戻ります。戻りました、うん、はい、では皆さん帰ってきた。もう戻ってきた、うん、まあ、2人に説明しますかね、うん、まあ説明はしますね。けん、カクカクシカジカだった、うん、うーん、うーんだよな、興味なさげ。まあ反対派だったし、うん、確かにジミーが無反応でもおかしくない、うん、まずサチャンの反応理解できないという顔をしている。何か、死体の様子を聞きますね、皆さん。うん、まあ、で、詳しく聞いて、まあ、カクカクシカジカです、うん、このコースでそれはありえない、こんなところで、肉体を腐敗させるバクテリアが存在できるとも思えない、うん、考えられるのは何か動物に襲われて食べられたか、そんな感じかしら、うん、でもウェアが綺麗に残ってたのよね。ドロドロだったぞ、うん、死体はドロドロだったわねって。でもウェアは綺麗に残ってたのよね。何があったのかしら。ゴアテックス社が優秀だったのかしら。どんだけ強いんだ。それめっちゃおもろいな。やっぱりそういう、ね、人類の英知に打ち勝つゴアテックス、皆さんよろしくお願いします。なんで CM で言うの。アイデアかなんかで触れません。アイデアで何が気づくかな。その動物死体とこの高所との関係性みたいなやつ。振ってもいいけど分かんないと思う、うん、なるほど。今のところ材料は何もない。ちなみに虹色のところって、はい、もうなんか腐った匂いはしてるのに気づけたりとかは判定いりますか。死体の近くに行けばあの腐った匂いはするけど、じゃあまあミッキーは普通に嫌だなって思いながら、うん、不思議な感じだ。じゃあ、あれ一時登山隊って何年前でしたっけ。いや、最近最近最近発見されたから、この山が最近っていつぐらいですか。ほんと1年とか1年とかじゃない。あ、でも1年じゃ腐る。1年以内。ああ、1年以内か。ここまでにはならないはず。ならないですね。まあ、じゃあ、とりあえず、うん、これ以上どうしようもないので、そうですね、コージーの遺体をどうするか、うん、をちょっとケビンと相談したいな。埋めてあげ、コージーのピッケルでも刺して埋めてあげるのはどうかしら。そんなもん、ダンチだ、ダンチ。
とりあえずあいつはジミーは無視して写真でも撮ってちゃんと埋葬した胸を伝えてあげるべきだわって一応提案はします、うん、あとその前にアイディアとか目星で、うん、コージーの死体を見て、うん、噛まれたりしたかどうかって見つけられますか？見ていいっすよ。じゃあアイディア目星かな。いや目星でいいですか？目星の方が高いんで62、65、成功。あぶね。別に何もない。あ、特にない。普通に落下死って感じ。そして別にコージーの死体は腐っててもない。あ、じゃあまあ本当に落ちて死んじゃったんだねと言って葵は死体の処理をどうするか待ちます。まあ適当なところに埋めて、あるいは一時的にここには置いておいて帰りに寄っててできれば連れて帰ってやりたい。ああ確かに、うん、でもナイフエッジを死体を担いで歩くっつうのはちょっと、いやここに置いとけばいい。ああ下山の時回収だから、うん、この道を通って帰るのであれば回収できる。なるほど。ピストンは好みじゃないんだよな。確かに。いやさすがにルート工作をし終わった道をたどじゃないか。じゃあ悲しいが、うん、ではそれで先に進むか、うん、とりあえず洞窟の中にコージーの死体を置いておいて、はい、うん、先に進みましょう。わかりました。